アルプスの山々に囲まれ、県全体の8割が山で占められております。いたしました。本日は陽子山10号アルプス駒ヶ岳ロープウェイにお越しくださいまして誠にありがとうございます。このロープウェイは白身ヶ浦駅と千畳敷駅とを結ぶ全長2334メートル、高低差950メートルを秒速7メートルの速さで、7分30秒後には標高2612メートルの日本で一番高い駅千畳敷へとご案内いたします。ただいまゴンドラは地上から120メートルの高さで鵜久保諸神を渡っております。まもなく進行方向左手よりスズラン号が下ってまいります。すれ違うところ道路部上の中間点でございます。またすれ違いの際秒速7メートルの速さをお分かりいただけるかと思います。それでは中間点すれ違いでございます。進行方向左手をご覧ください。右手前方建物の後ろにひときわ険しくそびえておりますのが、ここ10号アルプスのシンボル、標高2931メートルの宝剣岳でございます。ロープの傾斜が35度、岩の角度が50度から60度ほどでございます。